はいどうも皆さんこんにちは。本日もエルデンリングの動画を撮っていきたいと思っております。そしてエルデンリングはフロムソフトウェアが開発し2022年2月25日に発売されたオープンワールドのアクション RPG となっております。おそらくここに関しては共通の認識かと思いますね。そしてプラットフォームとしましてはプレステ4であったりとか XBOX であったりとかプレステ5であったりとかSteam 版であったり、様々なプラットフォームに対応していることが、まず一つ特徴として挙げることができますね。そしてたまにコメント欄でやってくるんですが、Nintendo Switch には今後対応される予定ですか？これに関しては、現時点ではわからない状況ですが、ただグラフィックを考えると、対応するのは相当困難かと思いますね。さあそういったところで今日はですね、エルデンリングをプレイしてみて、自分がどう感じたのか、そこについて、雑談形式で話していければなと思ってます。まあ、ざっくばらんに感想を話していきたいわけなんですが、まず率直な感想としましては自由度が高い、やっぱりそう感じましたね。まあ、今までオープンワールド系のゲームはいろいろやってきて、まあ、直近ですとホライゾン2をやってきたわけなんですが、やっぱりそれらの作品と比べると自由度が序盤からかなり高いなと思いました。まあ、これが一つ特徴かなと思っていて、あとは何をしてもいい、どこに行ってもいいっていうところで、この点に関しましてはいいと思う方、悪いと思う方両方いるみたいで、個人的にはいい点かなと思っているわけですが、ただネット上の評価とかを見てると自由度が高すぎると迷ってしまったり無駄に時間を使ってしまうから、そういうのはやめてほしいっていう方も一定数いらっしゃいました。まあ一定数って言ったんですが、結構ここに関しては文句言ってる方が多くて、なんで文句言うのかなっていうところは疑問ではあるんですが、まあそういった意見もございましたね。ただ個人的には自由度が高い、何をしてもいい、どこに行ってもいいっていうところは本当にね、素晴らしい利点だなと思っていて、ここが今作の最大の特徴かなと思いますね。あとはオープンワールドゲームになっていますが、移動がね、本当にスムーズ。移動速度も速いし、ストレスが全くございません。まあ、ゼルダの伝説もプレイしたことあるんですが、ただゼルダ以上に操作性が良くて、あとは移動もスムーズなんで、その点は本当に良かったなと思いました。そして1点目に付随する内容ではありますが、探索できる幅が広いっていうところもかなりでかいですよね。本当にそれなんですよ。あとは探索していても、それほどストレスがかからないっていうところは非常にでかくて、敵に見つかっていなければスタミナ消費がなくダッシュできる点っていうのもとてもいいところだなと思いました。本当にそれなんですよ。あとはですね、落下ダメージが過去作と比較してかなり軽減されております。特にこのゲームっていうのは落下死がね、思ってるより多くて、あ、やっちまったみたいな展開が多々あるんですが、ただ過去作と比べると相当ね、落下ダメージ減ってるんで、ここも嬉しい点だなと思いました。ですのでここに関しては初心者の方であったりとか、あとは初めてフロムゲーをやる方にもかなり優しい設計となっておりました。まあここはね、かなりでかいんじゃないかなと思いましたね。はい。あとは戦闘がとにかく面白いっていうかさ、初見殺しが多すぎる。まあそこがね、非常に面白いところではあると思うんですが、ただ一方でそこが不快だって思ってる方もネット上の噂を見てるとかなり多いみたい。まあ個人的にはね、ボスって強ければ強いほど面白い気がするんですが、こう感じるのは自分だけでしょうか。あとはやっぱり新要素の霊体っていう機能がかなり素晴らしいなと思いました。まあこれに関してはね、どちらかというとやっぱり新しいゲームっていうことで新規ユーザーがこのゲーム多いと思うんですよ。多分新規ユーザーのために救済措置として入っている機能なのかなと使っていて思いましたね。うん、やっぱり霊体を使うことによって難易度が一気に下がるっていう言い方は語弊がありますが、ただかなり簡単にクリアできるようになるので、ここはかなりいい点だなと思いました。要するにまあ積みそうだけど積みにくくなってるみたいな感じかな。ですので時間さえかければ、まあ、クリアいずれはできるような仕様になっております。まあ、これも個人的には嬉しい点ではありましたね。あとはグラフィックが既存ゲームでも最高クラスっていうことで、まあ直近でも様々なゲームをプレイしてきましたが、ただその中でもやっぱり
既存ゲームと比べるとグラフィックが最高クラスだなと思いました。マジでこれに関しては忖度なしでモンハンワールド以来の感動でした。うわーこれはめちゃくちゃすごいって思いましたね。はい、まあそういった感じなわけなんですが、一方でよく考えないでなんとなく話題だから購入しようかなって思ってる方が今作ではかなり多かったのかなと思いました。特に Amazon のレビューとか見てると一目瞭然ですよね。今作から始めましたが思ってるよりきついとか、死にゲーすぎて辛いとか、チュートリアルの時点で飽きたとか、数時間しかやってないけどもう二度とやらないとか、そういった意見が多数見受けられました。まあ結構な数があったので救済措置はあるものの、ただ初めてこのゲームをプレイされる方からしてみると、まあ相当厳しい、まあ相当ハードルが高い作品っていうことがこのことからはわかるかと思いますね。はい、まあやっぱり印象としましては初めてプレイされる方が思ってるより多くて個人的にはびっくりいたしました。はい、では次行きましょうか。では次なんですが、本作の目玉の一つでもあるレガシーダンジョン、こちらですね。具体的にはストームビル城、これがね今作めちゃくちゃ面白いところでした。なぜかというと攻略できるルートっていうのがなんとね一つしか存在しないってわけではなくて、様々なルートが存在するっていうのが非常に面白い点だなと思いました。ですので攻略ルートが一つしかないっていうことなので、やっぱりそういった意味だとオープンワールドらしい自由度がかなりあったのかなと思いましたね。なのでそういった意味だと本当にねこのゲームは自由度がめちゃくちゃ高いわけよ。だから自分の裁量でガン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 進めていきたいとか、自分のペースでやっていきたいという方にはかなりおすすめできる作品となっております。やっぱり他のオープンワールドのゲームと比較すると全然ね自由度が違いますから、やっぱりこのゲームの印象としましてはとにかく自由、まさにその一言で表すことができるのではないでしょうか。あとはですね、一点気になる点としましてはロード時間かな。皆さんロード時間についてはどう思いますか？これは本当にね個人の感性によるので、気になるっていう方、気にならないっていう方、両方いると思うんですが、やっぱりロード時間に関する意見とかもネット上見てると多いですね。まあ個人的にはロード時間はかなり短くなってるんじゃないかなと思っていましたが、やっぱりそのこのゲームっていうのはゲームの仕様上何度も死ぬっていうことがね多数発生するので、まあそう考えるとロード時間っていうのはすごく重要なわけよ。個人的にはそこについては気にならなかったんですが、皆さんの意見もお聞かせいただければ幸いですね。よろしくお願いします。さあそういったところで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあのー。